皆さんこんにちは、フリックスキックスです。今回も新しい靴を手に入れたのでそちらの紹介をしたいと思います。今回手に入れた靴はこちらになります。ラカイ、ステイプル、ケンブリッジ、ヤーライトカラーになります。でこちらはガールの名作ビデオであるヤーライトの発売から20周年を記念したモデルになります。でこちらの手元にあるもの以外にもテルフォードのローとハイを含む全5型がリリースされました。ラカイ以外にもガールカラーはこちらのデッキだったりアパレルなどもたくさんリリースされていますが、そちらのアパレルの方はまだ日本にはあまり入ってきていないようです。ガールのエアライトといえばスケートボードビデオの中でも名作中の名作になりまして、リリース当初は非常に話題になった作品になります。まず何といってもとにかく出演者が豪華で、ガールのチーム以外に兄弟ブランドであるチョコレートのブランドのライダーもがっつりとパートを持っています。マイク・キャロルやリック・ハワード、エリック・コストなどの大スターだけでなく、ジーノやチコやマーク・ジョンソンのようなスタイルに定評のあるライダーもいれば、P ロットやジェレミー・ロジャースやブランドン・ビーブルのような大型新人だったり、それ以外にもケニー・アンダーソンだったり、ロビー・マッキンリーだったりっていう、密かに人気のスケーターなどもいて、かなり隙のないチームでした。また映像を手掛けているのがフランシス・フォード・コッポラの娘のソフィア・コッポラの元夫で、さらにミュージックビデオや CM やテレビ番組だけでなく映画の監督なども務めているスパイク・ジョーンズだったため、誰も使ったことのない機材だったり映像技術がふんだんに盛り込まれていて、まだ誰も見たことのないようなスケートボードの映像が入っていました。スパイク・ジョーンズといえばガール周りのビデオをずっと作っていたため、毎回名作のビデオが作られていたのですが、このヤーライトからは予算の使い方が桁違いになったため、その進化具合がとんでもなかったです。実際こちらの作品での進化の仕方の飛躍具合というのがすごすぎて、その後20年間の現在までの進化具合が緩やかに感じてしまうほどです。約1時間という超大作ですが、内容が詰まりすぎていて全く気の抜けるところはなく、ほぼ全てのシーンがいろいろな場所で語られていきました。ちょうどこちらのデッキのグラフィックがヤーライトのオープニングからラストまでシーケンスのようになっているので、特に話題になったそれぞれのシーンについて紹介します。まず出だしというのはこちらのビデオ2003年のリリースなのですが、そのちょっと前の2001年に残念ながら亡くなってしまったキーナ・ミルトンの追悼パートがオープニングで入っています。こちらにキーナ・フォーエバーとイダン・ヒー・コックスが描いた文字で入っているのですが、こちらは後々2016年にハフとコラボで T シャツなどがこちらの文字でリリースされていたりします。キーナ・ミルトンといえば特にスイッチスタンスが有名で、スイッチフリップやスイッチヒールなどでピクニックテーブルを越えているシーンはあまりにも有名です。そのシーンの後少しオープニングがあって、ここら辺のシーンというのが非常に話題になりました。当時といえば1秒間に30コマの 30fps というコマ数がメジャーだったんですが、その当時スーパースローというものはまだほとんどなく、こちらでそのスーパースローの映像が見れることで、まあ約おそらく1秒間に300コマぐらいの映像だと思うのですが、非常に滑らかなスローモーションは初めて見る映像だったので、スケーターの細かい動きなどが非常によくわかって、こちらのシーンはみんな何度も見返したシーンだと思います。こちらはリック・マクランクのウォールライドになるのですが、特に全てのシーンがこのように足元しか映っていないため、このシーンから誰が滑っているのかっていうのを当てるのをみんな夢中になりました。ブライアン・アンダーソンなどはサビアを履いていたり腕のタトゥーなので非常に分かりやすかったのですが、それ以外のスケーターっていうのはなかなか靴やデッキなどから推測する形になっていました。ゾロスーパースローのラストシーンはこちらのガールの置物をキックリップで飛んでるシーンになるんですが、おそらくこちらのシーンはこの一つ前に S を履いてバックサイドフリップを決めているのがエリック・コストンなので、こちらのガールの人形をグーフィースタンスで S の靴を履いているスケーターがキックリップで飛んでいるのですが、まあその推測からするにおそらくポール・ロドリゲスがこちらは飛んでいます。そのオープニングが終わりますと、その次に出てくる最初のパートというのがブランドン・ビーブルになります。ブランドン・ビーブルといえばこのヤーライトの発売する1年ほど前にラカイからヨーロッパツアーのビデオがリリースされたのですが、その中で確かブランドン・ビーブルは本来そこにツアーに参加する予定ではなかったんですが、確か誰かの代役で急遽参加することになったら、そのブランドン・ビーブルがあまりにもすごすぎて非常に話題になったスケーターです。
ただその時点でおそらく有名なビデオでパートなどを持っていなかったので、あのブランドミュールがついにフルパートで出てくるということで、ここは非常に話題になりました。実は裏を返すと、このエアライトのリリースの約3年ほど前にリリースされたモダスオペランディの方でチェニー・ジングウィニーのパートがあるのですが、そちらのパートの後半はほぼ全てブランドン・ビーブルが出ていたのですが、そのビデオの中でブランドン・ビーブルの名前が普通に滑ってるシーンでテロップとして出てこなかったせいで、そのスケーターがブランドン・ビーブルだと気づいている人は当時あまりいませんでした。後々ブランドン・ビーブルがこのヤーライトなどで有名になった後に、実はモダスオペランディに出てるのをブランドン・ビーブルじゃんと後々みんなが気づいてくるという感じでした。ちなみにこのモダスオペランディでパートを持っているのは、その他にマーク・ジョンソンやマイク・キャロルや、あとブライアン・アンダーソンだったりするので、こちらの作品というのはガールのスケーターが非常に多い作品でもありました。そして続いてのシーンがここからのあたりのシーンになるんですが、このヤーライトの特徴としてはパートもめちゃくちゃやばいんですが、パートとパートの間に入ってくる映像っていうのもすごく面白くて、その辺も非常に話題になりました。このシーンの方では TNT だったりとかランスマウンテンだったりゲストの方も非常に豪華なんですが、この中で個人的にすごい注目していたのがこちらのピンク色のデッキの方になります。当時このスケートボードのマークが何のマークなのかよくわからないんですが、このデザインのデッキを出してほしいなとずっと思っていて、これが出たらすごい売れるのにって思ってたんですが、全然こちらの方エアライト以降リリースされることはありませんでした。ただ1年後かそれぐらいにいきなり出てきて非常に嬉しくてすぐに買った思い出があります。実際当時こちらのマークが何のマークなのかっていうのはみんな全然多分知りませんでした。結局こちらのマークというのが何なのかっていうと、後々2003年以降に徐々にインターネットっていうのが世の中に普及してきて、そうするとガールやチョコレートのブランドたちの情報を調べるためにこちらのサイトに行き着くことになりました。こちらのクレイルタップ .com というサイトがありまして、こちらの方に、まあ、このマウスの矢印がついていたりとかっていう、まあ、このロゴになるんですが、これはこのヤーライト以降によくこちらのクレイルタップのアイテムなどもリリースされるようになって、 T シャツなどいろいろなアイテムをこの後買っていくことになりました。デッキや T シャツなどはもう古くなって捨ててしまいましたが、今残っているものだとこちらのベルトのバックルなどはまだ家に残っていて、まあ、こういうアイテムがちょこちょこエアライト以降リリースされると、エアライトのあちらのシーンを思い出して面白くてよく買っていました。こちらのラカイのモデルはそのクレイルタップとのコラボモデルになるのですが、この辺のモデルなんかもリリースが嬉しくて2足買いました。そのシーンの後はブライアン・アンダーソンのパートだったり、マーク・ジョンソンのパートだったり、そしてチョコのライダーたちの映像を寄せ集めたパートなどが続いていきます。そのチョコのライダーたちのパートでラストを務めるのがケニー・アンダーソンになるんですが、この当時から私はケニー・アンダーソンが一番好きなスケーターだったので、このケニー・アンダーソンのシーンというのは非常に何度も見ました。その後またチョコレートからマイク・ヨークのパートがあった後に、こちら指が脱臼している映像があるのですが、これもなかなか話題になりました。これは結局合成なのかリアルなのか分かりませんが、あれは合成だったらしいとか、いや本当だったらしいとか2点3点する噂がありいまだにこれはどちらが本当なのかっていうのはちょっと分かりません。こちらのジャスティン・エルドリッチもエアライト以降結構人気のスケーターになりました。トレードマークがニューエラと S のアクセルなのですが、その当時ニューエラと S のアクセルっていうのがスケーターの定番スタイルということもあって、まあ、このジャスティン・エルドリッチのようなスタイルを参考にしているスケーターも非常に多かったと思います。またそれ以外に当時といえばハンドレールを回しで入るっていうと、まあ、フリップボードが頑張ってもフリップバックリップぐらいだった当時にノーリーヒール系だったりスイッチフリップのフロントサラダだったりっていうかなりテクニカルな回しのハンドレールの入り方をしていたりして、それが結構当時の技術として飛び抜けていたので人気のあるスケーターでした。そして次にスタイルに定評があって未だに大人気のジーノのパートも割とがっつりと入っています。そしてその次のこちらのシーンというのがまた非常に話題になったシーンになります。こちらオーエン・ウィルソンという人が出ているのですが、最初日本では当時オーエン・ウィルソンという人があまり馴染みがなく、個人的にはこちらオーシャン・ハーウェルだったりそんな感じの知らないめちゃくちゃうまいレジェンドが普通に出演してくれているものだとずっと思っていました。
いろいろと、マイク・キャロルなどと会話をした後にいきなり滑り出すと、バックサイドブラントを決めるなど、非常にうまい滑りがここで見ることができます。ただリアライトがリリースされてから数ヶ月後に突然こちらどうやら有名な映画俳優らしいという噂が流れてくるようになりました。で最初はそんなの嘘だろうって思ってたんですが、実際当時レンタルビデオ屋で上海ヌーンのパッケージを見た時にジャッキー・チェンの横でダブル主演でこちらのオーウェン・ウィルソンが出ていて、ガチでめちゃくちゃ有名な映画俳優だったんだとそこで初めて気づきました。そこで気になってこちらのシーンをよく見てみると、実はこの滑り出す前に一瞬オーウェン・ウィルソンと誰かが入れ替わる隙があることがわかります。ということでこちらの会話のシーンは映画俳優のオーウェン・ウィルソンがやって、滑ってるシーンは誰かスタントが務めてたんだっていうのが分かってかなりスッキリしました。でそこで誰がスタントをやってるんだろうっていうのも気になって、まあ、そこでよく見るとスタイル的にエリック・コストンだということがわかります。で当時オーウェン・ウィルソンことはあまり知りませんでしたが、そこからいろいろ映画を見ていくうちに、まあ、ナイトミュージアムだったり、ディズニーのカーズで主演のライトニング・マクイーンの声を務めたりと、非常に大物の俳優だということを知って、まあ、それ以降オーウェン・ウィルソンなどが映画に出てくるとちょっと注目してしまいます。でそしてその次がちょっと残念ながら最近亡くなってしまったのですが、地味にクロートに人気のロビー・マッキンリーのパートなども入っていました。でその流れでそこからガールのスケーターたちのカオスパートのようなものに入るのですが、まあ、その中では特に最近ニューバランスとコラボしたローンの創設者であるトニー・ファーガソンのパートなども結構しっかりと入っています。そしてガールをマイク・キャロルと共に立ち上げたリック・ハワードの映像などもしっかりとこの辺では入っています。そしてそのパートの次がついに P ロットのパートになるのですが、こちらはやはり非常に話題になったパートになります。当時エリック・コストンがとにかくスケートボード界で一番すごいスケーターだったんですが、ついにそのエリック・コストンを超える才能が現れたかもしれないと非常にポール・ロドリゲスというのは話題になっている人物になります。実際その後今の活躍を見ると期待通りのやはりすごいスケーターだったなというのが分かります。そしてピーロットのパートの次に入ってくるジェレミー・ロジャースのパートもあるのですが、こちらもやはりピーロットと並んで非常に期待の新人でした。このヤーライトリリースのちょっと前に PJ ラットのビデオというのがとんでもなく話題になったんですが、その PJ ラットの話題も出尽くした頃に、実はあのビデオ PJ ラット以外のライダーもやばくないかっていう話にどんどんなってきまして、ライアン・ギャラントだったりこのジェレミー・ロジャースなんかもそこから話題になっていました。実際当時ジェレミー・ロジャースは相当うまくて、Pロットと同じ技ができると言われていて、2人で同じ技を練習し合っていたくらいなので、相当このスケーターもうまいスケーターになります。ただこのヤーライトリリースの数年後にはスケートボードを引退してしまいまして、ラッパーになると言ってグッバイスケートボードという曲とともにスケート業界から去ってしまいました。そしてその後やはり立て続けに入ってきたこちらがやはり当時として一番みんなが注目したマイク・キャロルのパートというのがここで入ってきます。最近ではマイク・キャロルの本気の滑りというのをあまり見ることができませんが、こちらのパートはすごくしっかりとしたパートになっていまして見応えがあります。マイク・キャロルのキックフリップなどの回し技もそうですが、このパートの中ではふんだんにフィーブルグラインドが使われていまして、なかなかフィーブルグラインドをここまで操っているスケーターというのも多くなかったので、その辺も非常に見応えがありました。特にレッジでやるフィーブルグラインドなんていうのはあまり当時見慣れていなかったので、すごく新鮮でかっこよかった思い出があります。次に入ってきたのがリック・マクランクのパートになりますが、この以降少しかかとなどを確か大怪我してしまって、あまり映像が多く出ることかっていうのがなくなってしまったんですが、まあ、やはりガールの中ではとにかくハンマートリックが得意なスケーターで、でかいステアやハンドレールやレッジといえばリック・マクランクという感じで、まあ、テクニカル路線のガールの中でやはりそのハンマートリックの凄さが目立っていたスケーターになります。続いてこちらがこのビデオの作品の中でも1、2を争うぐらい話題になったシーンになります。こちらはジョン・フルシアンテの楽曲が使われた非常にかっこいい映像になるのですが、こちらの映像の中ではクロマキという合成技術を使った映像になります。グリーンバックという名前は非常に有名だと思いますが、みんなこちらの時には緑色のデッキに乗って、その後合成でそのデッキを消して
何もない状態でみんなが浮いているような映像に仕上がっています。実際このクロマキーという技術だけは大した技術ではなくて、このビデオが出る昔有名なところだと電波少年などで頭だけが浮いている映像などがありますが、まあ、そんな感じで比較的簡単にグリーンバックを使って合成をするということは誰でもできるものになります。ただこの映像の中ですごいのは、実際この映像の中でカメラというのがスケーターを追って動いています。実際グリーンバックでの合成っていうのは固定カメラじゃないと難しいのですが、そのように動いてしまっているとうまく背景が合成できずに物を透かすということが実際普通はできません。ただここでは非常に高価な特殊なカメラをスパイク・ジョーンズが用意しまして、一度撮った映像の軌道というのを完全に記憶してそれをきれいに再現できるというカメラを使っています。そのおかげでスケーターの映像を撮った後で今度誰も映っていない背景の画像だけを撮ってその2つを合成することでこの不思議な映像というのが出来上がっています。そのカメラっていうのは本来うん千万とかしてレンタルするだけでも何百万みたいな感じのカメラなので、まあ、それを使えるというのがさすがスパイク・ジョーンズといったところだと思います。そしてラストトリを飾るパートというのが、まあ、この当時、まあ、ピークと言ってもいいぐらい絶頂期であるエリック・コストンのパートというのが入っています。5分超えのパートなのにエリック・コストンの映像というのは非常にたくさん撮れるためか、全てのカットがめちゃくちゃテンポが速く進んでいてかなりがっつりと映像が盛り込まれています。特にこのラスタのエンダーのトリックっていうのは、まあ、今見てもかなりヤバいトリックになっています。そしてラストエンドロールでファットボーイスリムの曲が流れまして映像の方が終わっていきますというようなビデオの作品になりまして、今でも各スケートブランドからアイテムのモチーフになるようなことが多い作品でもあります。こちら今かぶっておりますポップトレーディングカンパニーからもごく最近ヤーライトがモチーフになったアイテムというのがたくさんリリースされました。またジェンケムマガジンからリリースされたこちらのキャップというのは、こちらに書かれている文字が先ほど紹介したオーエン・ウィルソンのセリフがそのまま刺繍されたものになっています。Don't forget Silmar, front salad, back salad, front blunt. で最近こちらのキャップをオーエン・ウィルソン本人が被った画像というのがインスタグラムに上がっていまして、ちょっと話題になりました。そして20年という感覚はちょうど時代が一周するタイミングでもあって、そんな時にガールと同じ会社であるラカイからこのような靴がリリースされて非常に嬉しいです。それでは早速まずこちらのステープルの方からディテールを見ていきたいと思います。まず何といっても特徴的なのはこちらの本来ステープルには付いていないフレアのロゴになると思います。こちらは UV に反応する特殊な加工がされていまして、実際太陽光の下に乗っていくとこちらグリーンに変わります。ちなみにこちらのステイプルというモデルはもともとは2001年にリリースされたもっとパッドなシルエットのモデルが元になっているのですが、こちらはそのステイプルを現代版にアップデートしたモデルになります。ただ現代版にアップデートされたステイプルの方も本来はこのようなモデルになっています。ソールの形状と実際ステイプルには大きなロゴというのはつきません。見比べてみるとやはりソールとロゴがないというところが大きな特徴のモデルなだけに随分印象が違います。そしてアッパー全体はブラックに統一されているのですが、素材の方が切り返しされていまして、つま先とかかとの方はスウェード素材が使われているのに対して、この中央のあたりっていうのはメッシュ素材のようなものが使用されています。そしてシューレースの方はかなり目立ちますが、こちらヤーライトのキーカラーであるグリーンが使用されていまして、赤い紐の方はブラックになっていまして、左右印象でこのように違います。そしてシューターのトップの部分にはヤーライトと刺繍がされています。そしてシューターの裏にはレッツ、シーイット、ブルシットと刺繍がされています。 Let me see it. Bullshit. そしてソールの方は実際オリジナルのステイプルっていうのはやはりダブルカップソールがかなりインパクトのあるモデルだっただけに、もともとはこのようにそれを踏襲したようなバルカン内蔵ソールになっていたのですが、今回のモデルではソールは通常のバルカン内蔵ソールのような雰囲気になっています。そしてアウトソールの方もエアライトのキーカラーであるグリーンのカラーになっています。インソールはこのようなものが入っていまして、このかかとの部分にガールフィルムズのロゴが入っています。
今回のモデルでは墓の方も非常に凝っていまして、このようにヤーライトの VHS のパッケージをモチーフにしたような箱になっています。このヤーライトがリリースされたくらいの時期っていうのはちょうど VHS と DVD の転換期になりまして、この当時のスケートビデオといえばまず VHS でビデオがリリースされたその半年から1年後くらいに DVD がリリースされていました。なので本当はみんな DVD が欲しいけど VHS の方が先に出るので、みんな VHS を先に買って後々 DVD が出た時に買うかどうかを迷うという感じでした。通常であれば VHS を持っていればわざわざ DVD を買うことはないのですが、ここでまた一つ悩ませるのは、 DVD には通常の VHS にはないボーナスというものが入っていて、案外そのボーナスの映像が30分から1時間ほど入っていたりしてかなり豪華だったので、そちらの方も後々買うことになることが多かったです。ちなみにこちらはヤーライトの実際のパッケージを模したデザインになっているのですが、まあ、このグリーンのカラーっていうのは先ほどのインビジブルボードの時に紹介した黒巻きのグリーンバックのカラーのようなものをサンプリングしたものになります。続いてこちらのケンブリッジの方のディテールを見ていきたいと思います。こちらのケンブリッジの方は先ほど紹介したインビジブルボードのデッキのように全体が黒巻きの真緑に仕上がった靴になっています。やはりヤーライトといえば全てがグリーンで仕上がったデッキというのが特徴的だったので、それをもじって全てがマグリーンのこの靴っていうのはどうしても欲しかったので今回変えて非常に嬉しいです。ちなみにこちらは昔買った通常のケンブリッジのモデルになりますが、見比べてみても全く同じディテールをしているので、ケンブリッジの方に関して言うとステープルとは違って特に改造がされているわけではなさそうです。ちなみに素材の切り返しの仕方は先ほどのステープルに非常に似ていまして、つま先とかかと部分にスエードが使用されていて、この中央のパネルの部分には、キャンバス素材のようなものが使用されています。シューレスはデフォルトでこちらのグリーンがついているのですが、貝紐でホワイトのカラーがついています。こちらもシューターの裏には絵文字が刺繍されていまして、ハリウッドハイ What did I do と刺繍がされています。そしてこちらのモデルの方のインソールはこのようになっていて、インソールのプリントはエアライトのロゴが入っています。こちらのモデルの方も全く同じこちらのヤーライトの VHS を模した箱になっています。以上で今回の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。